来たか。お、来た。よし。なんだこれ。嘘、すごい嬉しい。すごい、こんな太いのいるんだ。暑くて暑くて、日中38度っていうことで、今日は夕間詰めからスタートして釣りをしたいと思います。じゃあコマセ作ります。このエサシゲ釣り具店さんは、私が釣り始めた頃からこう行きつけで、ずっと何年もお世話になってて、ここでいつもこうやってコマセを作ってるんですけど、このね、オキアミの溶け具合が毎回ほんと絶妙な溶け具合で、ちょうどね、こうサクサクっとこのスコップが入る硬さに絶対になってるのを用意しててくれるので、これがね大好きなんですよね。で、今日は夜釣り仕様なのでグレパンを混ぜます。やっぱりね、夜の釣りにはグレパンは欠かせないですね。ちょっとキラキラの効果もあって、とてもね軽いので持ち運びに便利で、これはねすごくいいですね。で、最初にグレパン入れたのは、グレパンって結構汁を吸ってくれるので、この時期に暑くてすぐオキアミ溶けちゃうので、溶けた汁とかも最初にこうきれいに吸ってくれるから、こう最初にグレパン入れるとパラパラって最後まで混ぜやすくなるので、夕間詰めからね、夜にかけての釣りの時とか絶対に使います。そしてこれにアミパワーグレスペシャル、やっぱね中魚効果がすごくあるので、これを入れます。オキアミが傷みにくくなるので、ちゃんと綺麗に一粒ずつがふんわり混ざるように混ぜてあげます。そして V10 スペシャル、これ白い色なので結構ね視認性もよく、まあ、暗くてもどこにね、どういう風にねコマセが流れてるかっていうのは、これ白入れるとね結構見やすいです。で、比重もあって、粘りもあるのでまとまり性もいいのでね、これで出来上がりです。はい、今日は夜釣り仕様っていうことで、タックルは、マスターチューン 1.553、 これ新しい竿でですね、で、この秋冬で出たマスターチューンと、あともう一つラリッサっていうリール、この新しいセットでやりたいと思います。ラリッサは革製の、このスピニングリールのエントリーモデルっていう感じのものなんですけども、回し心地もねすごくよくって、すっごい滑らかです。逆転もめちゃくちゃ滑らか、ラインローラーのところもすごいスルスルと滑らかで、すっごい使いやすいんじゃないかなと思って、ちょっと今回使うのが楽しみです。ということで、ラリッサの2500番で、これでやってみたいと思います。で、道糸は 2.5、 ちょっと強めのものを使って、で、ハリスは3号、夜釣りなの でもしかしたら大物がドスンと来るかもしれないっていうことで、ちょっと太い3号を使ってやってみたいと思います。で、今日は電球器を使います。 NF ベーシック、これ木桜の NF ベーシックっていう浮きなんですけども、これの1号を使って、まあ、グレーを釣りたいのであれば、あんまりこうチューブラリンにプカプカ浮かせるよりも、水深ちゃんとしっかり測って底を切るぐらいの棚に設定してあげると、いい魚が釣れるんじゃないかなと思って、1号でしっかり浮かせて釣りたいと思います。なので1号に 5B のガン玉をつけて、 3B と B でちょっと浮き気味でやります。で、針はチヌバリの3号、ちょっと大きめのチヌバリを使ってやりたいと思います。ではこれでスタートします。さあ、早速夜にそーっと釣りしてみたいと思います。いや、何が釣れるかな。夜ってね、めちゃくちゃワクワクするんですよね。だいたいね、この辺にちょっとテトラとかがあるので、で、この堤防の際のあたりを狙って最初はやってみたいなと思います。で、この辺がね、どのぐらいの水深かとかもちょっとわからないので、なんとなくこう探りながらやってみようかな。グレとかチヌとか狙いたい場合は、結構ね、こういう際とかテトラとか、そういうところに、まあ特にグレですね、潜んでたり隠れてたり、釣ることが結構多いので、そういうところをポイントとしてやると
結構いいのが釣れるんじゃないかなと思って今やってみてます。今日はですね、やっぱりこの夜の釣りって電気を海面に照らしてしまうと、グレチヌ照らしちゃうと経験上ちょっと釣れないっていうことが多いので、やっぱりなので私は夜深瀬をやってそーっと釣るときは海面に電気は絶対に入れないようにします。餌はまあちょっと取られたりしますね。で今日はコマセがちょっと V10 の白っぽいの入れたので、多分ね暗くてももわーっとコマセの流れが見えるんですよね。この足元にあんまり巻きすぎない、本当に際に一杯巻くだけで、これがこっちに流れてきてくれるので、コマセと一緒に浮きを落として、ちょっと調整しながら一緒に流れてくるように。かなり浮き気味ですね。浮きはちっちゃいグレは結構ピュッと入ってくれるので当たり分かりやすいんですけど、もし両肩が来た時ってじわーっとした当たりなので、沈ませちゃうと当たりが分かんないんですよね、なかなか。なので私は重り負荷を沈ませすぎないような感じでやってますね。 0.5 以下の浮きはあんまり夜は使わないです。際をキープできるように調整しながら、ちょっと根掛かりとかしたら少し棚を上げて少し底を切るぐらいの感じに少しずつ設定しながらやってます。でたまに浮きが沈むんだけど当たりじゃないのかな。でも餌は取られてるんですよね。餌取りは全くいないわけではないですね。夜そーっと釣りするのってほんと好きだな私。日中のね、なんか磯とかでダイナミックな釣りをするのも大好きだけど、こうやってなんかそーっとひっそりとなんか星を眺めながら綺麗な月見ながらそーっと釣りするのもほんと大好きです。しかもね、今日中めちゃくちゃ暑いので、今日も38度なので夜はね風が吹いて過ごしやすくて気持ちがいいですね。寒くも暑くもない感じ。日中のあの暑さを考えたらもう本当に心地がいいです。ちょうどね二広から二広半の間ぐらい、そのぐらいでちょっと探ってみてます今で、少し誘導を取ってで、だいたいマリスは日中だと私は2ヒロを取るんですけど、夜釣りはあんまり水深がないところとかもあるので1ヒロ半か1ヒロ半強ぐらいのハリスを取ってます。ここだと多分テトラの際とかで少し水深が浅くなってると思うので、餌取られてない、丸々残ってる。いやなんかいいかもしれない。じっくり攻めようかな。手前に浮きを置いてコマセを巻きます。これは餌取りがいなかったらもうね一発大物狙いっていう感じですかね。餌取りが来たらね、見えない中で餌取りをかわすのも結構大変なんですけども、いないとなったらもう本当にね、もう来るまでじっくり狙うしかないので、じーっとしてるちょっと両肩を狙うんであれば、まあ、そこスレスレぐらいの棚をじっくり狙った方がいいんじゃないかなと思います。あ、入った、浮きが。あ、でも入ったんだけどな。
鼻をだいぶ調整して、いい感じに仕掛けがスムーズにこう自分の狙いたいポイントに誘導することができるようになってきたので、釣れないかな。浮きが締まってきた。来たか。お、来た。よし。なんだこれ。わ。なに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 これ。わ、走る。来た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 。おお。わ、上がってきた。でしょうか。なかなかね、堤防の木はテトラの脇なんですけど、このサイズかけてもなかなか取れないんですけど、なんとか取れてよかったです。今日はね、浮きは木桜の MF ベーシックの1号、この電球機で釣りました。これにパン玉の 5B を1つと 3B1 つに B1 つで、これで浮き気味で底をちょっと切るぐらいの棚でやってたんですけども、誘導で、それで、静かに静かに、まず電気を海面に入れちゃうと魚ちょっと怖くて逃げちゃうので、なるべく電気を入れないようにそーっとそーっとコマセも巻きすぎずにやったら、スーッと浮きが入っていって、で、あ、来たと思ったら、結構最初はあんまり抵抗なかったんですけども、ただね、すごく重かったんです。ずっしり重くて、なんだろうと思ったら、急にテトラの方にわーって逃げたので、あーと思ってテトラからこう話すようにやり取りして、なかなかね、重くてタモに入れるの大変だったんですけど、なんとか入ってあげたら、こんな立派な50近い、すっごい太ってます。こんなね、口太が釣れてめちゃくちゃ嬉しかったです。で、今日ね、使ったのがマスターチューンと、あとこの新しい、リールですね。これラリッサなんですけど、で、これはシマノのリールで言ったらエントリーモデルではあるんですけど、出したい時にはこんなにスルスル出ますし、すっごく滑らかです。これはね、かなりいい、リールになってると思います。で、ここにこうパチっていうのがあるんですね。これでね、オンとオフがあって、これでちょっと負荷がかかるのとスルスルいくのと、これで調整ができるので、不安だなと思う人はちょっとこう負荷がかかる方にしてもらって、で、全然大丈夫な人はスルスルいくようにしてもらってやると、多分ね、このトラブルが少なく使えると思うので、ここでね、調整ができるので、それでやってみてもらったらいいかなと思います。いや、本当にね、いいリールですね。すごくよくできてると思います。ということで、いや、めちゃくちゃ嬉しいです。めちゃくちゃ太ってますね。あー、暴れるでっかい、びっくりしました。本当に超でっかいですね。わ、
でっかいすごい太ってる。はい、今日はですね、私が釣りを始めてからずっとお世話になってる、釣り具屋さんの社長、白鳥圭一さんです。どうも、いつもなってます、ありがとうございます。ここえさしげ釣り具店というお店なんですけども、本当に私の、釣りの原点とも言えるぐらい、全然何にもわからない頃からもういろんなことを教えていただいた方で、ここのお店を始めて30年経ちますけども、その前から、ずっとここの海を知り尽くしてもう50年ぐらい、そうですね、はい、釣りされてなります。石鯛とか底物の神様とこの辺で言われるくらいすごいね、上手な方で、最初に来た時道具も何も持ってなかったので、まあ、一から全部教えていただいたんですけども、これ使いなよとか言って竿をいただいて、そのいただいた竿を大事に大事に使いながら、いろんな釣り、深瀬釣り楽しんでいたんですけども、最初に行った時から楽しさを教えていただいたので、釣りが大好きになっちゃって、もう毎週のように来てましたよね。いつもその来るとちょうどいい溶け具合にオキアミが解凍されていて、で私もなんか好きな時に来て、あ、今日釣れる、今日行きたいっていう時に来れば、もう絶対にそのいい状態のオキアミがあるので、でね、しょっちゅう釣り行ってたんですけども、あ、これだよなっていつもね、あれはね、はい、始めた、気づりを始めた頃釣り道具がいると、いつ行ってもカチカチなのね。そうなんですよね。それでね、ずいぶん苦労したから、自分が始めたら、こういうしようなってお客さんに困らないようになって、それでああいうやったと。だから道具の方から来る人も言いますよ、いや、ここへ来ると助かりますよ、電話を予約もしてないでね、はい、いつ来てもこうやっていい状態にしてます、助かりますよ。そうやって状態してくれるとこ今増えて、ね、どこもやってくれるんですけど、予約は絶対必要ですみたいね、みんなどこ見ても予約かかってるんですよ、あれキープするの結構大変だと思うんですよ、まあ、神経すごく使ってる。あ、そうなんですね。とにかく来れば空いてて、でオキアミもいい状態で置いてあるので、お店いっぱい混むんですね。だから私結構電車で来て店番やったりとかもしてましたよね。釣りは釣りで楽しいんですけど、そういうアフターフィッシングじゃないですけど、そういうのもやっぱ楽しみの一つでもありますよね。自分だってここへ始めて、いろんな人と知り合ったからね。そうですよね。なんか昔そこに水槽あるんですけど、お店にそこで自分で釣った魚をそこ使っていいよって社長が言ってくれて、でクロダイとメジナとあとアナゴと石鯛も入ってましたね。まあ、私も毎週のように通ってたので世話をずっとしていて、餌をあげるとやっぱりどの魚がどのタイミングで捕食してくるかっていうのが分かるんですよ。で大体メジナがバッと来て、で落ちてって下の方にあるのをクロダイがそーっとつまむっていう、なんかそういうのもなんか研究できたし、はい、メジナがねやると今言ったようにね、はい、メジナがハッと来てね、噛んでそれで下さ、はい、クロダイバカだから下でこう来るかと思って困ってるのよ、ね、待ってます。それをねメジナが、ね、一緒取ってると怒ってそれを言いかけてさ研究やってますよ。ですよね。自分もクロダイ興味があったからヤドカリをね落とすの。そうするとね、必ず一回パクってやって、攻撃するとね離すのに一回離して、でこれ食えるもんだなと思って、それでパクパク。あ、じゃあ最初の当たりがあって、でもそこで合わせると一回離すから、うん、もう一回やん、食ってから、こう入っていかないと合わせられないっていうのとかもわかるんですよね。そういうの面白くって、なんかそこで魚を飼わせてもらったのが私の中ではかなり大きいことで、たくさんこの地元にいる上手な方たちに教えてもらいながら成長してったっていう感じなので、もう原点の場所っていう感じで、もうここのね外房っていうかね、小房総半島も全部知り尽くした、もう大名手とも言える方なので、千葉県房総半島もうこの辺に釣りに来られる時はえさしげ釣り具店に寄っていただいて、社長に聞いてみるといろいろ教えてくれると思いますので、ぜひ来てみてください。社長、
あのこれからもお世話になりますのでよろしくお願いします。いろいろまだまだこれからも教えてください。はい、こちらこそよろしくお願いします。